嫌な予感がする。警備もいないし、駐車場も空だ。何か変だ。30分で戻ってこなかったら言って。おとなしく待ってるわけないだろう。コール待って。よくしろよ。うまくいくはずだ。どうも、ノラ・グレイに面会を。許可証をお持ちですか？許可証？もう何か忘れたと思った。すみません。面会には必ず許可証が必要なんです。どの部屋か調べる。今探す。見つけた。ノラ・グレイ、7階の43号室。よし、順調。どうする？エイデン、なんとかドアを開けて。やば、先にガードの気をそらさないと。ナイスエイデン。じゃあドアを開けて行こう。見られてないはず。何かあるはず。ああ、これじゃ遠すぎる。ったく、君が悪すぎる。さっさと43号室を見つけよう。ル見つけた。ここで待ってる。ジョディ、正気を失ってるかもしれない。君のことまるでわからないかも。やっぱりやめた方が。母さん、私ジョーディ。娘なの。手伝ってエイデン。力がある。この赤ん坊がどれだけ貴重かわかるか。君には無理だ、ノラ。全て私たちに任せてくれ。それが一番わかるだろう。でも私の赤ちゃんよ、返して。気が変わったの。赤ちゃんを返して。早く眠らせろ。お願い。子供を外に出して。お願い。あの子に合わせて。あの赤ちゃんを返して。あの子は特別な力を持っているかもしれない。何かおかしなことがあったらすぐに連絡をくれ。薬を増やす。二度と意識が回復しないように。ごめんなさい。ごめんなさい。私のせいで。何を見せたいの。破壊してエイデン、早く破壊して。母さん、私の子、可愛い娘。二度と会えないと思ってた。会いたかったわ、ジョーディ。本当に会いたかった。何があったの。何をされたの。与えられた薬で魂が閉じ込められた。どうしようもできなかった。死ぬのを待つしか。ダメ、私が逃がしてあげる。助け出すから。もう遅いの、ジョーディ。遅いの。愛してる、世界中の何よりも。それだけは変わらない。すまない、ジョディ。史上最も強力なコンデンサーだ。驚いたかい、ネイさん。ジョーディ、会いたかったよ。本当に無事でよかった。痩せたな。疲れた顔して。でも生きて会えた。オフィスに行こう。さあ、座って。気分は？もう最悪。あいつら頭を思いっきり殴るんだもん。すまない、乱暴するなと言ったんだが、エイデンのことを警戒していたんだろう。コールは？家だ、大丈夫。君を助けたかっただけだ。昨日のことでコールが罰せられることはないよ。どうやって見つけたの？逃げ出してからずっと追っていたんだよ。殺そうともしたが、だが私がしばらく待つよう説得し、監視していたんだ。母さんに何があったの？ノラは不安定だった。彼女と赤ん坊を危険にさらす可能性があったんだ。そんなことありえない。リスクが大きすぎた。私はその頃ただの研究員に過ぎなかった。私がこのことを知ったのは随分後だ。なぜ母さんのことを教えてくれなかったの？なぜずっと真実を隠してきたの？話そうとしたよ。でも少女にとっては真実は残酷すぎた。だから私が面倒を見て、愛して、できる限り守ってきたんだ。それで CIA に私を引き渡す気？それがあなたの計画？ここに連れてきたのは君にできることがあるからだ。彼らは君の協力を望んでる。協力？母さんと私の人生を奪ったやつらの手助けをしろっていうの？もう十分助けたでしょ。ある国がインフラワールドを発見した。インフラワールドを操りコントロールできると思っている。何を相手にしているか分かってないんだよ。もし霊体がこちらの世界に侵入したらどうなると思う？私には関係ないことでしょ。君はインフラワールドを誰よりも理解している。CIA の仕事でしょ。私は関係ない。取引をするそうだ。協力すれば君は自由の身だ。ジョディ、道が開けば何が起こるか分かっているだろう。世紀末が訪れる。君にはそれを止める力がある。